はい、では分解移動、今度は胸を大きく移動させます。胸、この骨盤と胸は、まあ、くっついておりますけど、ここなるべくね別々に大きく動かしたいんですね。ではお膝を緩めて、胸をわざわざ遠くに、ちょっと離してから遠くに、この時に手でバランスを取ります。いってみましょう。外側に外してバンと、せーのポン。はい、ここでバランスを取っております。腰よりも胸がはみ出た感じ。はい、もう一回いきましょう。せーのポン、はみ出た感じ、バランスを取ってます。ここ腕のラインと反対側の肩までまっすぐで、腰よりも肩が出ています。はい、ではそれをさらに進化させると、そこからバランスを崩して飛び出るところまでいきます。いってみましょう。せーの、まずはバランス、でこの指引っ張られるようにして地味に移動してからバランスです。はい、もう一回いきます。せーのパン。はい、引っ張られて引っ張られて引っ張られてバランスです。はい、この動きも重要です。いいですか？いいです。